アキラ K です。急遽氷川キャンプ場行ってきました。晴れるって言うんでね、星が見えるんじゃないかなと思って、相変わらずの NA 型ロードスターで行ってきました。で、今回はね、テントを建てる動画は別動画にしました。テント初張りなんでね、テント紹介動画として別の動画で後日上げる予定でいます。で、この煙突ガードを先日作る動画あげましたけど、煙突ガードはね、ちゃんと機能しました。よかったです。テント、初張りのテントが溶けることなく、無事一晩過ごせました。で、これ、今、温度計ね、で温度見てたとこなんですけど、まあ、こんな感じで、割とね、綺麗に収まってます。で、まあ、触れるぐらいです。あそこの。まあ、100均のザルと、なんかメッシュとで、で、フェルトは、カーボンフェルトはもちろん、100均では売ってないんで買ったんですけど、で、相変わらず、まあ、最初に作るのは、あれです、ミネストローデです。水入れて、トマトジュース入れて、コンソメ入れて、で、うちで切ってきた材料を放り込んでって感じです。で、これ動画なんですけど、オズモポケットで、撮ってたり、これはインスタ 3601R を首からぶら下げて、まあ、こんなような、ちょっとね、ノイジーなんていうか、まあ、比べればわかりますよね。まあ、この辺はだからインスタ 3601R の360度で撮って切り抜いてます。でね、食材なんですけど、途中のお店によって肉を買おうかなと思ったんですけど、ね、ちょうどいい量のがなかったんで、もう味付きのこんなになってました。なってしまいました。おっさんね、あんまりね、もう食べられないんで、で、しかもね、スキレット忘れてきてるんで、スキレット忘れてきてるので、朝使う予定のホットサンドメーカーでしょうがないから焼いてます。もうだから最初からね、味付いてパックになったやつは、で、まあミネストローでこんな感じですね。小さいのあるんですけど、なんかでっかい肉しか売ってなくてね、寄った店が。で、星を見るのは、今回は双眼鏡です。まあ、8-50 です。で、これで、いや、まだ素晴らしい星空でしたね。まあ、行ってよかったな。で、星関係もね、動画いろいろ撮ったんですけど、まあ、締めの夜食。それもね、星関係の動画として別枠というか別動画をこの後上げますね。はい、後日。で、朝なんですけど、この寝るのはね、なんていうか、ホットカーペットじゃねえや、電気毛布。ペラペラの電気毛布に、まあ奥にあれも見えてますけど、ちっちゃいストーブも見えてますけど、カセットガスで使う。で、ペラペラの電気毛布に、なんていうんですかね、ポータブル、電源つないで、で、奥のこの、ストーブは、カセットガスのストーブは、まあ、このストーブが消えた後でね、夜、使ってましたけど。で、弱からね、ちょっと強いぐらい、ほぼ弱だったかな。それで、バッテリー持ちましたね、朝まで。朝といってもね、これ6時ぐらいなんですけど、寝たのね、12時ぐらいだったかな。で、カセットガスの小さいコンロは、おそらくね、3時間ぐらいで消えたんじゃないかな。マックスにしてなくて、中ぐらいの温度にしといても、まあそんなもんでね、いつも消えるんで、まあ補助的なって感じですね。で、寝床はね、こんな感じですね。コットの上に、なんかメッシュのなんかね、一応気休めです。で、氷、凍ってなかったんですよ、水が。水が凍ってなかったんで、このテント内は氷点下にはならなかった。でも、外回りはね、パキパキになってましたね。やっぱり凍ってましたね。まあ朝これでね、6時半ぐらいじゃなかったかな。もうこの辺はね、日当たらないんです。8時半ぐらいにならないとね、日が差さないんで、谷深いんでね、こんな日陰な感じですけど。まあ朝こんなんですね。で、朝食といえば相変わらずガリガリ、コーヒーミルから始まる。まあ、昨日のミネスローナが残ってたんでね、まあ温めてあそこ今横にちらっと見えてましたけど。で、薪の残りが少ないんでね、ちょっとね、フライパン温まりきる前にね、こう卵サンドを作り始めてますけど。これね、失敗したのはパンね、家にね、たまたま8枚切りのパンがね、あったんで、そっからね、勝手に持ってきた、もらってきたんだけどね。ちょっとね、8枚切りで薄くてダメですね。せめて6枚切りか、もしくは4枚切りでもいいぐらいですね。で、これもね、ハンバーグもね、マルシンハンバーグが良かったんだけど、行ったお店はね、3個パックしか売ってなかったんで、1個単位で売ってる、このデミグラスソースのハンバーグにしたんですけど、まあこれはね、
パンが薄い分ね、ハンバーグが厚くてね、まあ、その辺はちょうどいいというか、たまたまというかね、まあ、さっぱらからボリュームあって美味しかったですよ。で、あ、そう、このキャンプ場のね、案内も VR で別動画上げてますんで、もしよろしければ、この後上げるんですけど、まあ、間に合うかな。そちらの方でキャンプ場の様子は、ご覧ください。なところかな。駅からも近いしね、まあ、直火からね、直火できるし、まあ、うちからね、ちょうど50キロなんで、車で行くとね、2時間、だいたい2時間ぐらいですね、で行けるんですけど。で、まあ、車については、今月、もう終わるな。中までは町営駐車場がね、無料なんですよ。で、3月からは有料になるんですね。1日700円なんで、1泊だと1400円かな。で、キャンプ場は、ただ、テントを河原に張るだけだと、1泊1000円です。以上、氷川キャンプ場にキャンプしてきたよ、という動画でした。秋田圭でした。